基地の SCP-3023 事案発生地点は赤で強調表示されています。アイテム番号 SCP-3023。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-3023 の影響地域内における通話とインターネット通信は、SCP-3023 活動に関連した事象への言及を密接に監視する必要があります。SCP-3023 活動が確認された場合は、機動部隊アルファ、21、ジュリアの天使たち、を現場へ即時派遣しなければいけません。MTF アルファ、21は活性化した SCP-3023-A 個体を発見し、対象を処分するための適切な手段を策定し、処分を実行する任務を負っています。SCP-3023-A 個体を収容する最も安全な手段は通常爆発物を介したものであるため、結果として発生する損害や死傷者については、事前に適切なカバーストーリーを用意しておく必要があります。従来の戦術では不十分と判明した場合、MTF アルファ21はドイツ空軍に連絡を取って支援を要請します。SCP-3023-B は、サイト6-2の強化された人型生物収容ユニットに収容されます。対象は異常行動の兆候がないかを常に監視しなければいけません。SCP-3023 の影響領域内における全ての監視映像は、SCP-3023-B の観測された異常特性と一致する活動が映っていないかを監視する必要があります。説明 SCP-3023 は、ある物体が人間の存在下において唐突に雲のような形状に変形し、運動能力を獲得する現象です。現在までのところ、SCP-3023 はドイツ中部の明確に定義された一地域でのみ発生しています。地図を参照。発生に至る基準は不定であり、発生間隔は平均2ヶ月です。SCP-3023 によって影響された物体は SCP-3023-A と総称されます。SCP-3023-A の行動は予測困難であり、一般的には無作為に周囲を移動しつつ、足とハサミを使って接触したあらゆる存在に攻撃を加えます。SCP-3023-A が示す速度、耐久性、体力は、その構造と組成において可能な範囲を大幅に超えたものです。対象の破壊、分解は異常特性を停止させるのに十分な効果を発揮します。SCP-3023 が発生するメカニズムは不明確です。以下は SCP-3023-A 個体の抜粋リストです。指定、説明、履歴、中期、H、野球ボール。避けて、中央胴体を取り巻く8本のとんがった規約部が形成された。証言によると、SCP-3023-A1 は投球半ばで活性化した。キャッチャーミットに命中した後、SCP-3023-A1 はキャッチャーに致命傷を負わせ、民間人に破壊されるまで84分間にわたってフィールド上に留まった。最初に記録された SCP-3023-A 個体、当初は治療上現象に指定されていた。A4、金属製の折りたたみ椅子。足その他の環状構造が脚部として機能し、座面と背もたれが中央胴体の役割を果たした。オフィルビルの廃墟において、数名の都市探検家の存在下で活動を開始。SCP-3023-A が探検家2名を殺害する様子が数秒間の映像に記録された。その行動をカメラに捉えられた最初の SCP-3023-A 個体。A6、電話機。正確な外形は不明。当該物品の詳細な説明を提起用できる液多目撃視野はいなかった。4時間が経過し、財団側に2名の死亡者が出た後、MTF アルファ21は SCP-3023-A6 を遠隔から爆破処分した。ホイ 3023-A を参照。A13、イブプロフェンを含有するゼラチンカプセル。当該物品は構造上の整合性を維持しつつ、単純に雲型の形状に変化したように見受けられる。SCP-3023-A13 の唯一の犠牲者に及んでいた損傷は、この個体が犠牲者の喉の内側で活性化した後、脊髄を突き抜けて脱出し、対象を死に至らしめたことを示唆している。死亡当時の対象は一人きりだったため、SCP-3023-A13 が発見されたのは4時間後だった。記録上最小の SCP-3023-A 個体、活性化から破壊まで最も長く生き延びた。A15、メルセデス、ベンツ GLS550SUV。
車両の前部と後部はそれぞれ別個に頭胸部と腹部を形作り、規約部派変形した車両パーツから形成された。SCP-3023-A15 は時速 72km で走行しながら活性化し、変形後もこの速度を維持する能力を示した。車両の乗員は変形中に死亡したと考えられる。SCP-3023-A15 の行動と、結果としての自動車事故によって、41名の死者が報告された。現時点で最大級の SCP-3023-A 個体。財団施設に最も近い位置で出現した SCP-3023-A 個体でもある、250メートル。MTF-α21 には適切に対象を収容する能力がないと明らかになった後、SCP-3023-A15 は空爆によって破壊された。A19、人間の死体。骨格系が根本的に再編成され、骨で形成される4本の付加的な、足、が腹部から突出した。SCP-3023-A19 は道端で発見された後、地元警察署での初期調査中に活性化し、6名の死者を出した。民間人が救急車で当該個体を引き、一時的な無力化に成功した。生きているか否かに関係なく、有機物に直接影響を及ぼした最初の SCP-3023-A 個体。問題の死体は活性化までに身元を特定されていなかった。採取された遺伝物質と一致する人物は発見されなかった。死因は明確になっていない。HOI-3023-ASCP-3023-A6 が活性化する1日前の監視映像は、ある人物が窓を割って SCP-3023-A6 があるオフィスの敷地内に侵入したことを示しました。この男性は問題の電話を手に取ると、自身の顎を膨張させ、水平に裂くように開きました。これに続いて4本の暗い色をした舌のような付属器官が口から伸び、電話機を36秒間舐め回してから交代しました。口を閉じた後、人物は電話を所定の位置に戻し、施設を退出しました。法医学的証拠から、映像の人物は地元のレストラン経営者、ザウアーであると決定的に特定されました。しかしながら、徹底的なザワー氏の身体検査にもかかわらず、監視映像に捉えられた出来事を説明できるような解剖学的異常は全く見出されていません。ザワー氏は上記の出来事に関する記憶、SCP-3023 への精通、観測された自身の特性についての知識を全て否定しています。ザワー氏が他の SCP-3023-A 個体と接触したという証拠はなく、彼は交流されてから全く異常な特性を示していません。ザワー氏は暫定的に SCP-3023-B に指定されています。